4月に今年度の抱負を立てようと思って、その時に KC に出場するというのが去年度だったので、1年間でしっかり状況を上げて、ここまでいけるぐらいになったと思います。自分は結構高難易度至上主義者で、18よりは19やった方がいいし、19よりは20やった方がいいと思っていて、ただ20ばっかりやっていても癖がついたり、19も癖が少なくて癖がついたりするので、ペースをうまいこと割り切りながら、全体的にはもうなるべく難しい曲をやるようにするっていうのが自分が普段考えてるところです。1回目、2回目、なんか1つの曲、なんとなく3クレぐらいやるようにしてて、1クレ目で、ミスが出るところを絞って、2クレ目でそこはなんでミスが出たのかを考えながらそこを修正する。で、それがうまくいけば2クレで終わるんですけど、はい、3クレで、まあ、なるべく完全な形にするようにしています。もちろん、面の難易度によっても変わります。この人たちのスコアを見て、ああ、大体こんなもんかっていうのは分かりました。だから、まあまあ、大体こんなもんかっていうのは分かって、そのおかげで結構次戦曲を選ぶときに助けになりました。決勝まで来れたのは自分の練習法が間違ってなかったからだと今確信することができました。これを生かして本戦でも奮闘したいと思います。恥ずかしい。コナミ